いじめダメ絶対。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、榊龍翔です。さあ本日なんですが、サイバー流奥義っていうスキル、皆さんご存知ですか？あのスキルね、もうめっためたにいじめられて、もう使い物にならなくなったんですよ。サイバー流奥義バチクソ弱くなりまして、もう誰一人サイバー流デッキ使ってないんで、こういうデッキこそ私は使っていきたい、そんな風に考えております。で、作ってきたデッキがこちら、サイバー流最終奥義ということで、なんとかしてサイバー流をね使っていきたい。私はサイバー流めちゃくちゃ流行ってる時は本当にサイバー流に興味がなくて、まあ、なんでかっていうと、やっぱりそのなんかなんだ、強いから使うみたいな感じになっちゃうじゃないですか。なんかそれちょっと違うなと思ってるんですよね。で、こういうなんか誰も注目しなくなったデッキとかを作っていくのが我がチャンネルの、まあ、意義だと思ってるんで、使命だと思ってるんで、これで今日はね、サイバー流を作っていきたい。で、どういうギミックにしてきたかっていうと、融合の使い手っていうね、1000ライフ減るとなんか融合をデッキ外からなんか持ってこれるみたいな、でなんか手札を1枚デッキ戻すみたいな、まあ、スキルがあるんですけど、これで単純に手札融合します。ちなみにサイバー流って OCG だと、まあ、高校デッキとして有名なんですけど、正直やっとなんかそんな感じの匂いがしてきた。リンクスのサイバー流も、リンクスのサイバー流ってやっぱそのスキルがぶっ壊れてたんで、なんかその先行制圧みたいなことしてくるじゃないですか。あれね、サイバー流じゃないんですよね。やっぱサイバー流は高校何もせずドヤ顔ターンエンドするデッキなんだよ。高校じゃない、先行何もせずマジで腕組んでターンエンドするデッキなんだよ、基本的には。なんで、本日は高校を全力で取る、先行はマジで何もしないっていう高校全振りデッキを作ってきました。どういう風にね動かしていくかっていうと、まあそんなに難しくなくて、まあ小銭サイクルとは大体バックをねぶっ飛ばしたり、深淵の宣告者で、これやってることあんま変わってねえな、昔のサイバー流と、こういうのでぶっ飛ばして相手のモンスターをね、ほんで軸だけも入ってるんですけど、こういうカードで相手のモンスターバックをぶっ飛ばして、で融合の使い手して、まあサイバードラゴン2体で融合して、ヒマラティックランページドラゴン出して2連打するっていう、こういうデッキです。これがサイバー流なんで、これやっぱりその打点不足が否めないんですよ、サイバー流って。もともと OCG の方でも打点不足を補うためのリンクモンスターがいたりとか、あとパワーボンドがあったりとか、まあいろいろそういうね打点不足を補うためのなんかそのカードがあるんですけど、リンクスだとマジで本当にないので、しかもランクコンもめっちゃ弱いし、だからマジでこういうカードを入れざるを得ない。一応強い動きとしては、バックとかモンスターを除去ってから融合して、ランページ出して、でオーバーロードでランページ出して、でここでバック除去した後にサイバーツインドラゴンをサイバーロードフュージョンとかで出して、まあ2800と2100とかで殴れるみたいな、まあそういう感じのね動きがね一番強いですね。まあちょっと回し方はなんか見ていただければわかるかなと思うんで、早速作っていきましょう、サイバー流をね。こういう場面になったからこそ俺はサイバー流を使っていくよ、これからもね、これからもずっと一生デュエルスタンバイ。さあお相手の方、マイさんですね、よろしくお願いします。デュエル3倍、マイちゃんはね、まあ、高校取ってるんでなんとかなりますけど、深淵の宣告者で風属性長寿って言ってもなんか横になんかオラクルとかいると SC がしょれないんでちょっときついんですけど、まあなんとかなるでしょう。ただモンスターが欲しいところではありますね、これモンスターがそもそも2枚引けないと有効できないから、このデッキ、まあ、そういうデッキだから、そも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 の言っとくよ、サイバー流ってこういうデッキだから、今までおかしかったから、絶対になんか今まで手札留意層でいきなり融合してくるの意味わかんなかったでしょ、あれ絶対おかしいんだよ、これがサイバー流っていうデッキだから。あいつ反応強くね、ステリックサイまあでもいいや、とりあえず深淵の宣告者でしょるわ、深淵の宣告者っていう最強のモンスターで分からせるわ、はい、アーピストいいでしょう。まあ普通にね融合した後にオーバーロードするのめっちゃ強いんで、このデッキ俺の勝利の糧となれ、とりあえずモンスターを、ああコア強いね、コアは強い、とりあえず深淵の宣告者と挨拶していく、サイバー流挨拶していく。風属性、鳥、鳥鳥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 
風取り今風取りドーン。あ、やばい、戻った。まあいいや、まあね、それは戻るよね。戻ってく。ほんでだ、あの伏せ方なんだろうな。とりあえずコア召喚で、コア召喚効果、効果発動。これでキル取れんかったらもう偽物だよ。これでキルが取れんかったら偽物、さすがに。さ、それ何ですか、そのセカードは。なんかフリーチェーンですね。月のショッカー今、あ、そこらしか、まあいいや、そこらしは別にいいや。サイバードラゴンフィア、そこらしはね、アドソンですね。そこらしはアドソンです。これ、あの、打つタイミング早いです。打つタイミングめちゃくちゃ早い、相手。はい、で、まあスキル発動していく、スキル発動していく。で、オーバーフローもういらねえから戻していく。クイーン、うーん、で、融合発動だ。ていうことだから、マジックカード融合発動、融合の効果によってサイバードラゴン扱いとなっている。フィーアーとサイバードラゴンゴアで融合召喚、キメラテックランページドラゴン、キメラテックランページドラゴンのモンスター効果発動。そしてオーバーロードフュージョン発動、オーバーロードフュージョンの効果によって、さらに墓地からサイバードラゴンを2体除外して、おい、もういいや、いけ、キメラテックランページドラゴン、キメラテックランページドラゴンの効果を発動。キメラテックランページドラゴンの効果発動。うわよ、4連打が可能だぜ、これで。違う、6連打か、6連打が可能。バトルベイズ、うげー、キメラテックランページドラゴンでダイレクトアタック、ダイレクトアタック速攻魔法、サイバーロードフュージョンを発動。サイバーロードフュージョンの効果除外されているサイバードラゴン自体をデッキに戻し、サイバーツインドラゴンを特殊召喚、行け、サイバーツインドラゴンの攻撃、エボリューションツインバーストー。サイバーリーマジ、こういうデッキなんで、今までの方がどんだけおかしかったかわかるね。リスペクトなど、あー、フォトンか、俺は負けたくねえ。ちなみに、あの、先行このデッキマジでやることないんで、高速で耐えるのしかないです。マジでマジでこのデッキやることなさすぎて、先行マジでやることないです。フォトンオービタルいいよ、フォトンオービタル OK。 やることないっつっても、なんかマジでランクも立てるくらいしか本当にやることないんだよな。はい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 、大丈夫です。はい、わかりました。で、フォトンバニッシャー効果で、銀河雨の光子竜きた。はい、ギャラクシーフォトン発動、光子竜戻してストリーム、はい、オッケー。2体でギャラクシーまでオッケー、はい、オッケー、ギャラクシーオッケー、オッケー、把握で、バニッシャーオッケー、オッケー。で、デッキからフォトンドラゴンオッケー。はい、光属性ドラゴンいきます。マジで、まあ、2伏せあんのか、まあ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 、3伏せ強っ。さあ、絶対効果あるやん、絶対効果あるやん。とりあえず挨拶するか、まず一発ちょっと光属性ドラゴンで、光属性ドラゴン、圧倒的、圧倒的光属性ドラゴン。よしよしよし、これでこれでフォトンストリーマーケアした。どうすればいいんだろうな。コア紹介前に、その前にあれか、特殊ドラ召喚サイバードラゴンの残先か、特殊召喚サイバードラゴンで、サンクスでやばくね、狡猾、あと狡猾ねえな、サイバードラゴンコアの効果、ああ、わけでもわかんねえな、狡猾あんのかな、ちょっとわかんねえな、これわかんねえな。まあ、とりあえずサイバーネックオーバーフロー持ってくるか、オーバーフロー持ってきて、まあでもバックは全部踏みに行くしかないんですよね、バックは全部踏みに行くしかない。まあ、スキル発動、これ何戻しちゃいいんだ、融合して融合して、融合して融合して融合、融合して融合して融合で勝てんのか。いや、でも2100だからな、あいつ守備力、あいつ守備力2100って突破できないんだよな、キムラテキランページで。キランページで突破できなくね、これ無理じゃねえ、これトーンがあったら終わりだしな。捨ててしょってしょってしょって、いや、トーンがあったら終わりなんだよな、これ。キメラテックアンページの方が通んないとサイバードラゴン2体落とせないの で、オーバーロードで除外してからのサイバーロードができないんですよね。オーバーフロー、いやー、オーバーフローかこれ、サイバーロードかこれ、いや、わかんねえ、これ
わかんねえこれ、プレイング。こうでいいの？これ融合すればいい？これ、これで魔法カードで、こうなの？融合発動。パワーボンドあったらね、速しゃいんですけどね。いつも普通の融合でサイバーで使ったことないんで、わかんねえ。これで打つしかない。で、キメラテクランページ効果発動。ランページ効果発動。で、ここと、さらに効果、カードを選択して、こことここ。それ何ですか？月の書。はいはいはい。なるほどね。月の書。はい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 。OK。裏側守備表示にしていく。月の書、月の書。なるほどな。あ、いいカード抜いたね、じゃあ。すごくいいカード抜いた。で、オーバーロードフュージョン発動。いや、ここでね、あの効果通ってれば一応サイバードラゴン、サイバードラゴンができるんで、なんとかなるんですけど、もうこれはもうしょうがねえから、こうするしかねえよな。で、ランページ召喚だろ。で、ランページでバック破壊するだろ。これも月の下だ、どうしよう。でもフォトンか。これはフォトンストリームか。これはフォトンストリーム。さっきサーチしたから、これはフォトンストリームでいい。はい。ほんで、効果発動一応しとく。ねえ、これ、これもしかしてさ、これもしかして2000円で突破できない？これ、マジで魂のアドレウスじゃねこれ。これ、マジで魂のアドレウスでは。これ、コーラのでは。で、これ出す2100突破できない。2100だから突破できない。レベル5が2体。一応発動しとこう。で、サイバードラゴンといらねえカードを墓地送っておけばいいので、まあ、でも一応こうか。一応、これ、ほっとこうか。うまく引きたくねえもんな。引きたくねえからこうか。サイバードラゴンは今引いても多分意味がない。で、こうして、レベル5が2体で、オーバーレイ、エクシーズ召喚、ユケアドレウス魂すぎる。ここなんでノバ出させてもらえない。ノバだったら、ノバだったらなぁ。でもさ、サイバードラゴンノバくらいもう良くない？くれても。インフィニティはきついけど、まあ、ちなみに今のはあれですからね、サイバーロードで出したモンスターしか殴れないんで、アドレスは殴れませんので、バトルフェンスしても意味がありません。よーし、ドロー、よーっ、つえーつえー、最強だ。やはりアドレウスでしたな。信じられるものはアドレウスのみ。ちょっとコナミさん、コナミさん聞いてます？ちょ、一個言っていいですか？サイバードラゴンノバだけください。ノバだけください、本当に。バトル、はい、揺れんだー。インフィニティは大丈夫、くれなくても。ノバだけください、お願いします。大戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、渡ってくだから、あ、リュウチノミ、リュウチノミじゃねえや、アンチノミさんじゃないですか。最近リュウチノミ全然登場してないな。そういえばミスラサウルス、やべ、強え。モンスター効果、ミスラサウルス効果、レベル1中な、あ、レベル1漂流族モンスターを出してくる感じかな。テックジーナス、はい、ブーストラプトでいいでしょう。ブーストラプト、オッケー。継続魔法発動、オーケの神殿、すげえカード入ってんね。オーケの神殿、これ何、これなんだそのセットカード。リバースカード、オープン。はい。大地震。発動。え？このエンドフェイス。え？破壊されたブースターラプトルの効果により。え？テックジーナスモンスター一体を。自分のフェーズ上のモンスター表情強力モンスターが戦闘以外で破壊されることができる。やばいやばい、でもやばいこと書いてる。使用していない相手の魔法トラップゾーンを3箇所指定して、このカードを発動できる。このカードがフィールド上存在する限り、指定した魔法トラップゾーンは使用できない。え？え？嘘だろ、やばいこと書いてんな。お、魔法トラップつけないでこれで死ぬぞ。なんだこの最強デッキ。サイバードラゴンドライビートするしかねえ。サイバードライビート、やばすぎる。バトル、え、でも言うて、何に持ってきたのかって、スクリューサーフェンで持ってきた。え、終わったかこれ、もしかして、これもしかして終わった、これ世界終わるやつ。わかんねえ。え、これ5来るよね、5新キロ来るよね、5新キロはいいやねえ。自分自身出すよね、これ多分自分自身出すよね。スターガーディアンだね。え、わかんねえ、これ終わんの、これこのハンドって終わる。スターガーディアンいいよ、はい、カモンね。で、カモンして、で、スターガーディアン効果でブースターラプトル回収してくる、いいよ。で、ブースターラプトルは特殊、うん、オッケー。
ギリギリ OK、 ギリ OK で、これ6スターガーディアン効果、あ、手札からなんか出してくるスクリューサーペント、はい、あ、でもこれでもうすでに5-5出されて、あれか、ブレードガンナーやばいのか、チューナーレベルバランサーやばい、チューナーレベルバランサーやばい、これなんかレベル操作するやつでしょこれ、はいはい、そいつを指定して7、あ、なるほど、7 7 1 4、あ、これちゃうかな、2つ上げる、また2つ上げる、なるほどね、はいはい、2つ上げる、また2つ上げる、はい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 、なるほどです。ハマちゃん、負けましたね。え、待って、これなんか大地震とかいうカードめちゃくちゃ強くない？